はい、23回前回やられたところまで進めておきました。いて、え、ちょっと待ってちょっと待ってくださいよ。起きて。こんなのってない。あ、一応これをつけていたみたいですね。これはひどいよ。エイリンがめちゃくちゃ脅威だということが分かりましたね。本当に怖い。これは階段に行くしかないぞ。頼むぞ。よし、24回強引に進めた感がありますけど、あれかぐやか、下手に手を出さない方がいいみたいですけど、前回手を出して死んでしまったから無視しよう。どうやって倒せばいいかわからない以上、武器強いな。一応このモミジの白狼刀から進化してこの千里眼の王たちになりましたね。手を出すな。攻撃力は結構申し分ないと思います。リザレクション、シャラ臭いな。回復した方がいいのか。エイリンがいなければ大丈夫。なんだ、幻覚の罠。敵はいない模様。うっ、道を塞いでやがる。危険、あまりに。くっ、落ち着け。これよ、ルーミア様になったようだな。このエリアのレベル帯の敵になるってことか。またか。な、マジ、これ通路でも矢を放ってくるということの脅威。これは試練ではなかったはず。無能の札、これか。無能メガ。何出会い頭やめなさい。悲しまりの札、ルーミアか。モコ、悲しまりだな。回復した方がいいか。普通の緑茶にしとこう。少な20点。ここまで来て20は低すぎるぞ。やめとこう。25回。またか。無能の札しかねえ。どこ。あー、この吹き飛ばしステージか。ここだったら割と力が1下がった。
解毒薬あるんだよな。割と落ち着いて進めることができるはず。かぐやとミスティアか。ここらで整理しとこうか。よっしゃ、こんなもんでしょう。物を落とすのか。もういいかな、済んじゃうか。26階コーマ館ということはパチュリーとかレミリアとかコーマ教メンバーが出てくるってことか。メイリン、メイリンさん2匹か。どれぐらい強いんだろうか。あ、そうか、道を塞ぐんだよなメイリンで。ルーミア強、シンプルに強いとはこのこと。どん底の方のメイリンだったか。いやきついな、何かと札使わないときつくなってきた。強い。大丈夫なのか。金縛りで。まだ動けるのか。ルーミアか。これも金縛りで。もったいないような。めっちゃうじゃうじゃいる。弾幕を使わないと勝てない。レミリアか。混乱薬だな。オッケー、なんとかしのいだか。イクだから弾幕しか食らわないはず。レベルが上がった。敵が多すぎる。パチュリーか。恐ろしいやつよ。
まあないよりはマシだが。またパチュリーか。ほっとこう。遠距離攻撃できるのか。しかも混乱、恐ろしすぎる。勝手に自爆した。もう緑茶とか飲んどくか。20しか回復しないんだが意味ない。絶対にしのげない。強いな。やめとこう。なあ。27回。まずいな。まずいですよこれは。変に投げた方がいいな。よし。いかない？保存の隙間に入れた？うっ。ここまで脅威な相手だったのか。くっ、なんとか。メーリンか。きついぞこれは。とりあえず恩返しやって、ヤゴクロシップやって。また行くじゃねえか。これは死んだか。くそ。ぐっ。ああ、無理だ。無理だ。いつ雷が飛んでくるかもわからん。これでよい。これをどう処理するか。くぅ、きつい。回復が全部なくなった。
ていいと言った誰が。金か。レミディア。やべえやつが来てる。勘弁してくれ。東方、今回は無理だと判断。クリアできないと判断した後、倉庫に武器防具を送るのみよ。無念。受け継がれる意志、受け取ってくれ。危なかった。これだけは守らんとな。